日本の高等学校の体育館外観の霊体育館は一般に屋内で行う様々なスポーツを行えるように設計されている施設。米国の高校の体育館の内観の霊文化祭の会場として使用される体育館公共の屋内体育施設にはアリーナや重建道場などが単独で構成される単機能施設型。これらを組み合わせた屋内施設複合型。 さらに、テニスコートや野球場などの屋外施設も付帯する屋外、施設併設型がある。プールやスケートリンク、トレーニングジムが併設されていることもある。公共の屋内体育施設の場合は、一般利用と観客利用の二つの利用形態があり、大規模な観覧席を付設することもある。一方、学校の体育館は、学校施設の一部である。 体育館の中心となるのがアリーナであり、多目的利用が想定されている場合もある。学校の体育館では、行動としても用いられ、入学式や卒業式などの儀式的行事を行う、際の会場となる。そのため、付帯設備として、ステージやドン調などが設けられていることも多い。式典の設営の際には、床面保護のためフロアシートが貼られる。 学校によっては、ピアノや演台などが置かれていたり、放送設備が設置されている場合もある。なお、体育館は、災害時には避難所として使用されることがある。また、日本では、国政選挙や地方選挙の投票所に指定されることも多い。その場合には机やパイプ椅子を使用することになるため、床面保護のフロアシートが敷かれる。多くの体育館は、 鉄骨コンクリート工法により、他の工法では不可能な鉄骨による長大スパンを実現しており、柱のない空間を実現している。アリーナ内の突起物は鉄格子で保護されている。体育館はアリーナを中心に構成され、規模の大きい体育館では建物内にメインアリーナやサブアリーナなど複数のアリーナを有する。一般に天井が高い設計になっており、 柱のない広い空間が作られている。アリーナの平面計画の設計で考慮される競技は、一般的にバスケットボール、バレーボール、バドミントン、卓球であるが、これにテニスやハンドボールなども含むことがある。体育館の武道場には、柔道場、剣道場、弓道場などが設置される。屋内施設複合型の体育館の場合は、 銃剣道場などが施設の一部となっている。この節では、国立及び都道府県立のみを開設する。国立洋予備競技場、第1体育館日本武道館北海道立、総合体育センター、埼玉市記念総合体育館船橋アリーナ、東京体育館川崎市とどろき、アリーナ、名古屋市総合体育館豊橋市総合体育館。 京都市体育館大阪府立体育会館アクシオン福岡 ABCD 建築市長研究所建築設計資料体育館武道場屋内プール建築資料研究者1993年8ページ ABC 建築市長研究所建築設計資料体育館武道場屋内プール建築資料研究者1993年10ページ ABC 建築市長研究所建築設計資料体育館武道場屋内プール建築資料研究者1993年11ページ小さな木片で大けがも体育館の床板が刺さる事故相次ぐ朝日新聞デジタル2015年9月25日体育館の床板事故を調査予防へ消費者事故調日本経済新聞 2015年9月25日、建築市長研究所、建築設計資料体育館、武道場、屋内プール建築資料研究者、1993年、12ページ。建築市長研究所、建築設計資料体育館、武道場、屋内プール建築資料研究者、1993年、20ページ。建築市長研究所、 建築設計資料体育館、武道場、屋内プール建築資料研究者、1993年、14から16ページ。ありがとうございます。